キチャンネル。ちょっ、立役の佐々木智也です。一応矛役の那須です。那須が一応ってすでに盾持ってんじゃん。だから矛になりきれないんですよ僕は。なんていうか、もう両手の剣にしてくださいよ今。片手に剣、片手に盾持ってます。今日のテーマはこちらです。はい、本田圭佑さんの一言で動画を作るも、またそれでコメント欄がいい感じでにぎわう回復です。まず一つ目、はい、野球界に提言ということで、はい、あの野球界もあのチーム数を増やすよりも入れ替え戦しなきゃダメだと、うん、ってなってますけど、はい、入れ替え戦はどうなんですか。入れ替え戦あっていいんじゃないですか。あの活性化するっていう意味では、うん、優勝があってその下位のチームっていうのは、うん、やっぱ落ちたくないっていう心理に陥るじゃないですか。だからリーグ的にも盛り上がると思うんですけどね、うん、やっぱりこれは僕の答えとしては、はい、優勝チームが決まってるから、はい、そこ入れ替え戦盛り上げないと、はい、ほぼほぼ中盤から下が消化ゲームになりすぎて、まあまあそうですね、はい、つまんなくなりすぎるっていう、うん、ところがあると思うんですけど、はい、だから僕はサッカーはヨーロピアンスポーツで、うん、貴族社会そのままのスポーツの提携を成りさせてると思うんですよ、うんうんうん、だから入ってくるのは自由に入ってこれるんですけど、はい、もう階級制度だから、うん、貴族に勝てることないんですよ。そうですね、はい、だからもうなんか資産を上から並べたら、うん、もう優勝するとこ決まりますみたいな、はい、だからやっぱりこの入れ替え戦をしていかなきゃいけないっていう、このなんかいいところとアメリカンスポーツとヨーロピアンスポーツのいいところもあるし、うん、悪いところもあると思うんですよ、はい、そういった意味ではあの入れ替え戦をしないと上が早めに決まっちゃうと盛り上がらないっていうところでは、うん、やった方がいいと思うんですけど、うん、球団経営と考えると、うん、やっぱ J2 とかに落ちちゃうとスポンサー一気になくなるんですよね。一気になくなります。で給料面も下がったりもするんですよ選手、下がるチームもありますし、うんうん、1年だけはやっぱ選手を放出、うんうんうん、させたくないのでスポンサーにもちょっとこう口説いて、うん、やっぱ1年で上がりますみたいな、うんうん、そこで給与面を下げないチームもあります、うん、でもそうなるとなんか、はい、長期的ビジョンを持って経営できないから大変そうですよね。そうですね、いきなり、はい、ね、長期的にはちょっと難しいですね。しかもまだその野球みたいにそのビジネス的にも潤ってる部分が多いわけではないですし、うん、チーム数が今めちゃくちゃ多くなってるので、うん、人気の分散は絶対してるので、うん、それをどう改善するかっていうのは今後の課題なんですけど、だって一つの県にいっぱいありますもんね。いや、あります。神奈川だけでも何チームあんだよみたいなね。めちゃくちゃあります。本当に今後、はい、何が必要だと思うんですか J リーグ。できることで言うんであれば現代風にこうアップデートしていくとブラッシュアップするしかないと思ってるんですよ、うんうん、現代風っていうのは、まあ、SNS だったりとか、うん、いろんなものを活用して、で僕そのヨーロピアンサッカーなんですけど、そのアメリカンとヨーロッパのそのいいとこ取りが日本だと思ってるんですよ、うんうんうん、だからそのエンタメ色をある程度入れないと、うん、日本っていうのはちょっと盛り上がりにくいのかなみたいな、うんうんうん、まあ、競技でも今盛り上がってる部分あるんですけど、うん、じゃあ野球に近づけて文化にするんだったらそのエンタメ色をいかにつけるかっていうのが今後 の、うん、あの日本の課題だったり、あとその経営の部分でもちろんその事業規模がヨーロッパほど大きくないので、うん、資金面っていうのはもう限られてるんですけど、うん、でもその中でもなんかこう、集客とかグッズとかスポンサー以外のところで収益化できる構造を今後作っていかないと、今30周年迎えてでこっからだと思うんですよ、うん、J リーグが盛り上がるかどうかみたいな、そういうところで個人の人気つけていかないと逆転現象今起こってるので、うん、YouTuber の方が人気で、あ、人気っていうかもう認知されて人気あって、うん、サッカー選手の方が全然知られてないっていうあの本当逆転現象が今かなり起こってるので、うん、だからそれじゃなくてプロサッカー選手はやっぱもう日本で一番知られる存在であってほしい、人気があってほしいので、だからそういう意味ではそこら辺をうまくこう柔軟に、うん、はい、やれる方が各チームにそのアドバイザー的なのも含めてどんどん強化していかないといけないかなっていうふうに思ってます。あとあれどうなんですか、まあ、サッカー関係者の人でもちらっと声上がってるって聞いたんですけど、はい、資金は調達できた方がいいわけじゃないですか、はい、もう企業名入れればいいんですか。いや、そうなんですよ。だからそこなんですよ。いや、そこはそこはもう大きな、そこはだからその最初の成り立ちから考えると、うん、川淵さんが、はい、まあ、野球とは違うようにしたいから地域に密着していくために企業名を入れないっていう判断で来たわけじゃないですか。そうですね、はい、でもそこに入れると大きなスポンサー料が確実に入ってくるじゃないですか。確実に入りますね。で、そうすると、はい、いろんな面が選手の体育も良くなるから、うん、そこまでこだわらなくてもそれで待遇良くなったらいいんちゃうかって素人考えでは思うんですけど、はい、そこはサッカー界ではどうなんですか。僕も
思ってます、うん、そこは。でもそのやっぱその J リーグでまあそうやって一貫してその地域密着っていうのを掲げて、うん、J リーグの形を見出したので、うん、ここから多分変える路線変更になるとチーム数だったり、うん、いろんなその規定を全て崩してあの一から作り直さないといけないので、でも入れてもいいですよって言ったら清水エスパレスジャルとかいいじゃないですか。あ、そうですね、まあまあ、だからあの、はい、ジュビロ磐田ヤマハとか、そういうことですね、その、はい、全部変えなくても横浜 F マリノス、うん、日産でもいいわけじゃないですか。はいはい、その、はい、わかりました。日産横浜 F マリノスとかでも、はい、でもここもですよ、はい、1回目の動画と同じようにヒエラルキー、はい、真似したくない何かが入ってるような気がするんですよ、はい、いや、いいじゃんっていう、そのどっちが上とか下とかじゃなくてそれで潤ったらいいちゃうかと思ったりするんですけど、はい、真似したくないとか、はい、だからこう JFL も鳥取でしたっけ、島根でしたっけ、なんかお金払えなくて解散しちゃったんですよね。あ、松江か、だからそこでもちょっとでもなんかがね、うん、貢献していければいろいろ変わると思うし、まあ、僕もチーム数は多いとかめちゃくちゃ思いますよ、うん、それはチーム数多いとやっぱ人気が分散するので、うん、そこに対する企業としてのまあ価値とか、まあ、そこに対する費用対効果みたいなところを求めるので、うん、だからそうなるとやっぱどうしても分散してその一つのチームに全部っていうのは難しくなりますし、それは感じてんですけど、まあ、やっぱり30年こうやってやってきたので今のある形をブラッシュアップさせるしかないと思ってるので、まあ、今現時点では、うん、それか僕は思ってるのは J リーグを変えたいっていう僕世代たくさんいいんですよ、うん、だからそういう人間がどうやって切り込むかっていうところが、うん、まあ、今後の J リーグっていうところでも、うん、変わってくる一つの企画かなみたいな。1都道府県 2個までぐらいでしょってよかったですよね。そうですね、ちょっとそこはちょっと思いますね3個4個あったらなんかダービーじゃなくなっちゃうそうですよね、はい、そこはまあ確かに思います、はい、続いて、はい、これ本田さんが言われてたんですけど、はい、ライセンス制度。あ、なるほど、はい、はい、よく野球とかでもサッカーとかライセンスあるんだから、はい、ろくでもない指導者いっぱいいるんやから、はい、野球界もライセンス制度って誰でも指導者になれるのおかしいっていう意見もあるんですけど、はい、そこどうですか、サッカー界ライセンス制度。僕はライセンス制度それで誰でもできる感じはちょっとなっていうのは思ってるので、さすがにある一定の規定で、うん、分かりやすい明確なこの、うん、ここプロになるんだったらこれだよみたいな基準はあった方がいいとは思ってるんですけど、うんうん、じゃないともう誰でもできますみたいな感じで、うん、結構野球界で問題のある多分ライセンスは、はい、サッカー界でいうと多分いらない部類の人たちのこと言われてるんですよね。あ、はいはい、だから高校野球の指導者だったりとか、はい、大学野球の指導者だったりとか、はい、でもサッカーのライセンス制度でいうとその方たちは部活だから、はい、いらないわけじゃないですか。そうですね、ライセンスだから同じようなカテゴリーでなるとしたら野球界だとプロ野球界の監督コーチだけの話になるわけですよ。そういうことですね。はい、あ、ていうかプロ野球の監督ってライセンスはないですよ、ないですよ。え、プロ経験ない方で監督ってはいないです。それはいないんですか。はい、え、それはコーチはプロ経験なくてもコーチされてる人が多分数人ぐらい、はい、歴史上、はい、だからもう 1% 以下ぐらいいるかもわかんないですけど、はい、もう 99.999% は全員プロ経験者です。サッカー界いるんですか、プロ J リーガーじゃない監督コーチ。サッカー界は多分いると思いますよ。じゃあ、あの最近で言うと黒田監督とか、うん、まあ、プロ経験は多分ないと思うので、うん、町田の、うん、だから、はい、それは全然。あとはまあユースとかもありますもんね。あ、そうです、そうです、そのサッカー、はい、ユースもアンダー12とか、はい、そういうのもユースあるんですもんね。あ、そうです、そうです、まあ、ユースって言ってもそのチームのくくりなんですもんね。あ、そうです、そのチームのくくりで、はい、だからそのプロじゃないですけど、うん、プロの組織として参加するにはライセンスがいりますよっていう、うん、多分形なんでしょうね。はい、でまあ、日本でも高校サッカーとかその、ね、地域のサッカーだと、うん、そのプロの組織に属してないから、うん、ライセンスはいらなく指導できますけど、うん、って形になるとプロだと多分もうプロ野球の1軍2軍3軍ぐらいまでだけなんですよ。あ、でそうなるとサッカーと一緒かってなりますけどね、うん、感じ的に言えばもしライセンス取ったとしたら。でもあの一般の人はやっちゃいけないっていうルールは、ね、ルールはないです、ないです。だから最近だとデータとかで、はい、ピッチャーのこの角度とか動作分析とかはプロ経験者でない人たちが分析して、はい、それで教えてもうちょっと角度これで投げようかとか、もうスピン量がどうかとかはプロ経験者でない人がそういうのをやってますよ。今後そういう可能性はあるんですか。だからそういう人たちが多分今後増えてくると思うんで、プロ野球界はその打つのももうちょっとこの腰のとか
バットの角度とかっていう、はい、そのアメリカでもそうなんですよ。人間が教えるものって、まあ、もちろんその、ね、自分たちの経験とかあるかもしれないですけど、まあ、いわば主観じゃないですか。はい、そうですね、はい、でもそれをデータの数字として教える人たちはもうプロ経験者じゃないんで、うん、そういう人たちが増えるようにはなってますよ。あ、なるほど。ちょっと素朴な疑問一つ欲しいですか。あの、もしかしたらもう結構だいぶ前にやられたかもしれないですけど、野球にとっての監督の存在って何なんですか。あのサッカーで言ったら、うん、トータルマネージメントなんですよ結局、うんうん、戦術とかうんぬんって言いますけど、うんうん、でもあのトータルマネージメントが、まあ、全部までこうできてる監督が監督の仕事というか、うん、なんですけど、野球ってどうなんだろうな。責任を取る人ですよ。なるほど。あ、責任を取る人、取れる人って感じですか。はい、あとは何かの決断をするって、どうするかってなった時に結局はまあ下手したら揉めるわけじゃないですか、はい、いや俺はこうしたい、こっちはこうしたい、はい、いやこっちの方がいいやろ、こっちの方がいいやろってなった時に、うん、最後どうするかを決める人です。監督いなくても例えばその回るもんなんですか、チームって。監督が何もしないチームが強いです。あ、そうなんですね。野球の場合、はい、監督が何かしなきゃいけないってことは、はい、そのゲームがいわば膠着状態か劣勢かになってるから策を打たなきゃいけないわけじゃないですか、はいはい、こうバンドしようとか、はい、ピッチャー変えようとか、はい、何かを代打送ろうとか、はい、だって黙ってて全員が打っててピッチャーが抑えてたらやることないんですよ、はい、監督が何もしなくていいチームが強いチームで、監督が何かしなきゃ勝てないチームっていうのはそもそも戦力的に落ちるけども、はい、戦略で勝つ、なるほど、ことができることも可能ですけど、はい、何もしない監督が一番強いですよ。これちょっと違うかもしれないですね、サッカーと。そう、だってもうその守備位置決まってるんで、はい、だから要は監督によって、うん、内野2の外野5を守ろうとか、はいはいはい、ないわけじゃないですか。ないですよね、それは確かに、はい、フォーメーションみたいなのないですもんね、はい、だからサッカーでいうと、はい、PK とフリーキックを延々やってるだけなんで、うん、だから、はい、その代わり全員 PK 切りますから、全員フリーキック蹴りますから、うん、だから逆に言うと全員がフリーキック蹴れないと試合出れないんですよ。だからその蹴る順番を決めるのは監督ですけど、はい、蹴り方は教えれないじゃないですか。でその中でいわばフリーキックと直接狙える能力ないから、うん、じゃあ誰かに合わせてヘディングなのか、うん、誰かに合わせて横にパスしてそいつにシュートさせるのかを考えなきゃいけないわけじゃないですか、はい、だからサッカーでも仮に全員が中村俊輔、はい、全員が遠藤、はい、全員が本田だったら、はい、多分何も作戦しないですよね。そうですね、確かに。入れろ入れろ狙ってみたいな。で入るかどうかだけじゃないですか。監督の一番の仕事は誰使うかだけです。ああ、なるほど。誰使うのかでもう8割仕事終わってます。あとはいつ変えるかだけですよ。もしくはうまく機能しなかったら作戦やらなきゃいけないんで、うんうん、だからこそ監督が変わったら使われる選手変わるんで、いきなり出れなくなる選手も出てきますよ、ね。まあそれは多分サッカーも一緒だと思うんですけど、はいはいはい、栗山監督の最後の采配、うん、里崎さんも同じことしてましたか。あの同じことは してなかったかも分かんないですけど、はい、勝つプランが一番いいプランなんで、はい、栗さんがやったプランも正解ですよね。あ、でも逆に違う人がもしやって何かプランを出してそれで勝ってもそれも正解なんで、まあ、まあまあそういうことですね、はい、うん、だから同じことやったかって言われると分かんないですけど、うん、もう勝ったやつが正解ですよ。正解、だからプロセスに正解ないですから、うん、確かに説得力あんな金メダル取ってるからな、金メダルじゃない、あの優勝してるからな、WBC もあんま言えないんですよ、もうなんか、よかったっすよ、奇跡的に。最後に一つだけ聞いていいですか、はい、サッカー選手をセカンドキャリアって何するのが一番多いんですか。コーチ業ですが、やっぱ一番、じゃあチームに残るのがとか、現役中にそのさっき言ったライセンスを取ることもできるんですか、はい、現役まで、現役は B まで取れます。あ、でもじゃあ取ってる人もいるんですか、現役中に。はい、僕も取ってました。現役中に、現役中に、はい、でも A は取れないです、引退してからじゃないと、はい、でもじゃあ J リーグのコーチは A ができるんですか。コーチはできます、はい、じゃあ でもそれ A は何日かかるんですか。 A は1週間を、1年の中で3回行くんです、うん、合宿。じゃあ1年かかるってことですよね。そうです、1年で S 取るのも1年かかる。1年かかります、はい、ということは引退してから最大早くても2年はかかるわけですよね。2年はかかります。ってなったら2年間は思い通りのことできないんですよね。できないです。何してるんですか、その2年間。結局指導実践みたいなのも必要なので、うん、A 級取るとか、うん、だからチームに属したりなんかこう、あ、クラブのなんかコーチやったりとか、うん、でそれでサッカーの監督でいきなりやって体制する方ってなかなかいないんですよ、うん、だから割とやっぱユースだったり、うん、そこの指導っていうところを携わりながらちょっと実績をこう作って最終的にそのトップっていうところ、でそれをやりながらライセンスを取りに行くっていうのが、うん、まあ、通常っていうか。結構かかるんですか、お金。 S はかかります。あの海外での指導実践みたい なんか指導も必要な、研修か、うん、研修自分でお金払っていかないといけないですか、はい、だからチームがそこを補填してくれるところもあるんですよ、うん、
なのでチームに属して、うん、そのライセンス取りに行くっていうのが、まあ、結構流れとしては、はい、そっか、そう考えたらそれは部活の先生が、はい、それは彼らそんなに出させてライセンス取らなきゃいけないっていうのはちょっとそれは現実的に現実的じゃないです、難しいですよね、はい、でも全員が全員できないじゃないですか、コーチも。あ、そうです、そうです。それしない人たちは何するんですか。他の方はやっぱ解説だったりとか、うん、スクールとか、うんうんうん、コーチとか、まあ、やっぱじゃあサッカーに携わる人がほとんどなんですか。一般就職はほぼないんですか。ほぼないです。あ、まあでも今そのカテゴリー落として、うん、で企業チームに所属して、うん、そのまま就職するみたいな、うん、流れもあります。野球界でも僕はそれが一番いいと思うんですよ。その社会人野球チームに行って、はい、その企業に正社員として雇ってもらって、はい、引退後もその大企業みたいな、はいはい、結構大企業多いじゃないですか。多いですね、多いですね、はい、だそういうのがあるかもしれないです、まあ、あとはまあ解説業。でも解説もやってる人一緒ですもんね。一緒です。僕はもうワールドカップ見て、はい、どの人までがどのランクなのかって言って分析するのが好きなんですよ。あー、この人はこの曲なのか、はいはいはい、現地行ってるのと行ってない人の、あ、こうなんだだから、うん、まあ、解説やってても解説をメインとされてる方ってほとんど少ないので、うん、もう一部の方なんで、うん、まあ、その上の水沼さんとか、うん、まあ、そこら辺は多分メインにやってると思うんですけど、うん、はでもそれで生きていけな い, いなかなか厳しいですよね。厳しいのは食ってや、それだけだ。野球界でも解説だけじゃ食っていけないですからね。あ、そうなんですね、やっぱり、はい、あ、それは試合数は多いですけど、で解説者も多いんですよ。で多分100人以上いますよ、全国で。あ、そうなんですね、はい、僕でもロッテの解説を聞き行くの1ヶ月計算 1.5 回ぐらいですからね。あ、もっとなんか行ってる。だって8人ぐらいで回してるんで。あ、そうなんですね。で70何試合しかないんで、ほぼ、はい、あ、そしたら大体10回ぐらいになるじゃないですか。もっとなんか行ってるイメージはありましたけど、うん、そうなんです、みんなで回すんで。いや、誰気に引退はきついんですよね。いやいや、はい、いやいや、だからやっぱり那須さんみたいにね、いや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 、大成功じゃないですか。いや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 、サッカー界 YouTuber のもう全員ぶっ潰して一人勝ちじゃないですか。いや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 、何をしてるんですか。ありがとうございました。